チャン・ドンユン主演、1980年代から90年代の韓国激動の時代を舞台に、3人の男女の初恋や友情、過酷な人生を描く物語。家柄による身分の違いがありながらも兄弟のように育った2人の前に、都会から来た女学生が現れ、徐々に関係が崩れていく。オアシス「君がいたから」4月19日スタート。